思い出の積みプラレ流集。バンダイ、特撮コレクション、宇宙恐竜ゼットン。特撮コレクションとは、バンダイさんが1983年から展開していた、特撮の怪獣やウルトラマンとかのプラモデルシリーズである。時期的にモビルスーツバリエーションと同時期なんで、解説書のデザインも黒が基調の落ち着いたデザインなのですよ。この当時のヒーローは怪獣、ガレージキッドといえば怪獣、マニアといえば特撮マニア、もしくは怪獣マニアのことを指す熱い時代だったのだー。最近怪獣マニアとか見かけなくなったよね。今のがノタが、ガンダムの前行やらジェネレーター出力やら覚えているように、この頃の特撮マニアも、東方怪獣や大英怪獣、ウルトラマンの怪獣などの身長や体重や必殺技を、すべて覚えていたものなのですよ。パないねー。最近のウルトラ怪獣の出世頭といえば、ゴモラだよねー。しかーし、80年代当時の最強怪獣といえば、ゼットンだったのだー。人気怪獣のトップをバルタン星人と争っていたおなじみの怪獣なのですよ。宇宙恐竜ゼットンとは、ウルトラマン最終話、さらばウルトラマンに登場した最強怪獣である。最終話にして、初めてウルトラマンを倒した怪獣として超有名な怪獣なのですよ。これまでウルトラマンを苦戦させた怪獣や宇宙人はいたものの、スペシウム光線や八つ崎降臨など、ウルトラマンの攻撃が何一つ効かないまま、ストレート勝ちで倒してしまったのはゼットンが初だったわけで、ガキンチョに衝撃が走ったのですよ。ラストのゾフィーと共にウルトラマンが故郷に帰っていくシーンでは、まだそこら辺を飛んでるかもしれねえと、窓から空を見上げて手を振るガキンチョが続出したらしい。なんてことをガチの怪獣マニアのおっさんに聞きました。変身ヒーローが怪獣にやられて故郷に帰るなんて演出のラストは、これまで例がなかったわけで。次の日の学校は、ウルトラマンが負けた話題で持ちきりだったとさ。無敵のウルトラマンがやられちゃったよ。今日から地球は誰が守ってくれるんだ。なんでも、キャプテンウルトラとかいうヒーローがやってくるらしいぜ。ウルトラマンが終わった喪失感と、新たなヒーローへの期待感で当時のガキンチョは胸がいっぱいだったらしいねえ。後の再放送でもそれは変わらず、俺も窓から手を振ったものですぜ。でもねえ、キャプテンウルトラは巨大ヒーローじゃなかったんで、すんげえがっかりしたんだよねえ。バンデル星人は好きだったけどね。ガンプラブームの頃は、ウルトラマンの怪獣消しゴムもブームだったわけで、まあ金のないガキンチョは、20円ガチャガチャで集めてたりしたものさ。なんせ、ガンプラを買いに行ったついでに、お釣りでガチャガチャを回すのは当然の行為なのですよ。やはり、ウルトラマンを苦しめた怪獣が人気なわけで、ウルトラマンならゼットン、セブンならキングジョー、シンマンならベムスターみたいな感じだったねー。みんなすんげーたくさん持ってたのにトントン相撲の賭けで負けたり、古いおもちゃごと処分したりしたんで、あっという間に忘れられちゃったのだー。キットの値段は400円。1985年に発売されたキットの再販版のキットだよ。さすがにシリーズの12弾ともなるとプロポーションが格段に良くなっているのですよ。昔のモナカキットなんで、パーツが空竹割りのひどい分割なんだよね。おかげで合わせ目を消すと、一緒に消えたディテールを復元する手間があるのですよ。まあ、そこが楽しいって意見もあるんだけどね。怪獣キットはキットの加工よりも塗装の方が肝なんで、塗装で頑張った方が吉。塗装は筆塗りでも全然オッケーなのですよ。センスにもよるけどね。足が短く感じられるんだけど、もともとこんなもんですぜ。二代目はもっと短いよ。顔と胸の発光部分がクリアパーツなんで、麦球で電飾するのは定番の改造なのですよ。ジオラマにするなら加特体の基地くらい自作したいところだよね。ウルトラマンと一緒に飾りたいところなんだけど、このシリーズのウルトラマンはあんまり出来が良くないんだよ。参ったねー。遊びの定番はなんといっても、ペンシル爆弾での爆破シーンの再現ですぜ。定番の爆竹じゃなくて、ワンランク上の爆発花火があったものなのだー。人によっては、あの二代目ゼットンが今熱いらしいぜ。ほんとかよ。昔はメタボ体系でグモーとか泣くんで、人気がないどころか。こんなのゼットンじゃねー。とか言われてたのにねー。ゆるキャラ体系だからかもしんないねー。次回のキットは、これだ。